今年の夏至は、2023年は6月の21日が夏至です。夏至は皆さんご存知のように、昼の期間、昼が一番長いのが夏至なんですね。それで、その夏至の、この昼が一番長いのが夏至なんですけれども、じゃあ日の出時刻と、 日の入りはどうかというとですね日の出時刻というのは六時4時25分というのが一番早くてこれは、えー、その下死の前、えー、正確に言うと6月の6日から6月の21日まで日の出時刻はね 4時25分で年間を通じて一番早いんですよ。そして、えー、日の入り、太陽が沈むのは、夏至のちょっと後に、えー、沈むと。それで、その夏至以降はですね、この図にあるように、徐々に徐々に昼間が、 少なくなって冬至に向かうわけですね。12月に。でこれを年間繰り返しております。そしてどうしてこの日本の四季、まあ春夏秋冬があって月蝕があって冬至があるのかというと、これ皆さんご存知のように地球の地軸というのが23.4度傾いてますよね。 ですからその23.4度傾いた状態で地球が自転をし、公転をするために夏至の時期というのは北極の方が太陽に面すると。で日本は北半球におりますので夏至の頃というのは太陽光が強いわけですね。反対に冬至の時ののというのは 南極の方、南極が太陽面に当たるわけですね。ですから、北半球にある日本では太陽光が弱いと。ですから、寒くなると。こういうようなことなんですね。ですから、この冬至とか夏至で、昼が一番長い、昼が一番短いとか。 日の出時刻が早いとか遅くなる。これ全部、地軸が23.4度傾いていて、時点公転している結果、起きると。で、この図はですね、ウェザーニュースが天気予報のところで、えー、使っていたのをちょっとお借りしましたが、非常にわかりやすいですよね。えー、この、昼の長い、一番長いのが夏至で、 そして、日の出時刻は、その夏至の前が一番早くて、で、日の入りが、一番遅い日の入りというのは、夏至の後だと。まあ、地球の自然がこれを何億年と繰り返しているんですね。ですから、この日の出時刻の昼の一番長い 今の時期をいかに有効に過ごすかということが、まあ、われにとって求められているんじゃないかと思います。